今回は5500匹の蜂を使った蜂蜜製造機を作っていきます。だいぶ前に作ったこの蜂蜜製造機なんですけど、半年くらい前から蜂が全くいなくなってしまいました。このままだと蜂蜜ブロックの在庫がだんだんとなくなって、もうすぐでゼロになってしまいます。ということで新しいものを作ろうと思ったんですけど、せっかく作るならいつものようにバカでかいものにしようと思います。装置を作るのに必要な材料がこれです。比較的少なめですが、詰めるのは結構時間がかかりそうです。というのも蜂の巣箱が1840個も必要なので、その3倍の5520匹の蜂を繁殖しないといけません。あと開花したツツジの葉も自動化ができていないので苦戦しそうですね。ではまず開花したツツジの葉を集めていきます。ツツジに関する知識が全くなかったので、そもそもどうやって集めるかもわからなかったんですけど、どうやら普通にツツジの木を生やして開花した部分だけを回収するしかないみたいです。昔ってクワの需要ほとんどなかったんですけど、最近はこういう葉っぱ系のブロック壊すのに使えるので本当に便利ですね。2時間ほどで3680個集め終わりました。次は蜂を繁殖させていきます。効率的な蜂の繁殖方法をいろいろ調べたんですけど、数千匹も集めるためのものは見つからなかったので、ガラスで大きな部屋を作ります。真ん中にハーフブロックで壁を作ります。こうすることで子供だけが反対側の部屋に生きるので、効率よく巣箱を集められるはずです。今いる数少ない蜂さんたちを解放していきます。ここからとりあえずスペック限界まで増やしていきます。定期的に花を与えて繁殖させるんですけど、一応ポピーを3万持ってきたので多分足りると思います。一度繁殖するとクールタイムに入るので、その間にもう使えなくなった蜂蜜製造機を壊します。これにはだいぶお世話になりました。ある程度蜂を増やした後に気づいたんですけど、一番上のハーフブロックの隙間に子供の蜂が入り込んだ状態で大人になるとすり抜けて外に出ちゃうみたいです。なので真ん中の壁全部壊してできるだけ繁殖していきます。2時間後結構増えてきました。こうなるとドアの出入りもうまくやらないと蜂が隙を見て脱走してしまいます。だいぶ時間が経って700匹ほど溜まりました。そろそろ巣箱に詰めないと繁殖数の方が多くなってくるので、夜になったら入れていきます。これ巣箱を置くときはいいんですけど、壊すときに間違って蜂を殴らないようにしないと700匹近くの蜂に刺されまくる地獄絵図になってしまいます。めちゃめちゃ気をつけてやってたんですけど、ついに殴ってしまいました。もうわちゃわちゃしてて何が何だかわかりません。自分の体力は問題ないんですけど、ミツバチは刺すと死んでしまうので、なるべく減らさないようにと焦ってます。まあ、ですが何匹かお亡くなりになってしまいました。さすがにもうあれを経験したくはないので、巣箱に入れる方法を探ってたらドア越しに入れることができるのに気づきました。これならば殴る心配もないので勝ち確です。ただ夜になっても寝れないので、ファントムがチクチクしてきます。蜂の巣箱にカーソルを合わせた時に右上に GUI が表示されるんですけど、これは Bean4 というモッドで巣箱の中に何匹の蜂がいるかや蜂蜜の溜まり具合を表示してくれます。昼に繁殖、夜に巣箱入れを延々と繰り返していきます。これをやる前は動物の繁殖はバイバイゲームだから、蜂5500匹ぐらい5時間ぐらいで集まるでしょと思ってたんですけど、結果9時間かかってしまいました。やっと蜂の巣箱1840個集め終わりました。500匹くらい余ったので、いつか使う時用に取っておきます。ではいよいよ作っていきます。久々にエンドに作りたいと思います。今回作る装置は演算距離に入ると重くなるタイプなので、本当から32チャンクほど離します。いつものごとく下から作っていきます。蜂蜜製造機は夜判定のないネザーかエンドに作るのが一般的です。ネザーだとチャンクローダーを使ってその場にいなくても装置を動かせるメリットがあるんですけど、軽さを追い求めた結果、何もないエンドに作ることにしました。最初はネザーに作る予定だったので、なるべく水を使わず、かつ9チャンク以内に収めようとした痕跡が残ってます。これで1層目完成です。あとこれを7層分作っていきます。こういう作業をたくさんする人ならめちゃめちゃ共感できる話なんですけど、この層を作るのに2時間かかった後、7層作るのは14時間くらいかかるのかって計算しちゃうんですよね。この計算が予想通りだとダメージはないんですけど、場合によっては予想の10倍以上かかるみたいなこともあるので、そういう時はさすがにダメージを受けますね。実際単調作業を続けてるとだんだん効率化されていくので、一概に何時間っていうのはわからないですけどね。そんなこんなで出来上がりました。作ってる途中でエンダーマンたちが一致団結して邪魔してきたので、ブロック数が少ない割にはちょっと苦労しました。次に蜂蜜回収用の空の瓶をディスペンサーとホッパーに入れていきます。閉所恐怖症には最悪の場所での作業です。必要な瓶の数は軽く計算したんですけど、ディスペンサーとホッパーが1840個ずつで、その中にそれぞれ9スタックと5スタック入るので、合計で25760スタック、つまり164万8640個の瓶が必要になります。
瓶1個はガラス1個分に相当するので、コンクリート製造機を使っても集めるのに15時間以上かかってしまいます。さすがにそれは無理だなと思ったので、8層あるうちの4層をはにかむようにします。それでも瓶は80枚以上必要ですが、なんとか集めるしかないですね。ガラス集めるのはいいんですけど、瓶をクラフトするのも一苦労です。もともとこの装置は蜂蜜専用に作っていたので、ハニカムも回収できるように少し改造します。ハニカム用のシルカーボックスローダーとハサミ用のアンローダーを作るくらいですね。ついでにトロッコの経路と倉庫部分も少し変えました。で、最後に蜂の巣箱を設置していきます。巣箱を置いた瞬間に蜂が出てくるか気になってたんですけど、大丈夫みたいです。たまに置いた瞬間に出てくる元気な蜂もいました。中には勢いよく出て行って二度と帰ってこないのもいました。巣箱を全部置き終わった後、瓶とハサミを入れてないところが何箇所かあったので、その部分を直して完成です。では完成したので見ていきましょう。ここが待機場所になるんですが、まずはね、下から順番に見ていきますか。ということで、まず下の回収部分ですね。ここは2つのシュルカーボックスローダーがあります。1つが瓶用と、もう1つがハニカム用ですね。で、この中、ここからアイテムがバーって降ってきて、ここから押されてうまい感じに吸ってくれます。で、もともとはね、ネザーに作ろうと思ってたんで、水流を使わない前提でこんな感じでプッシュ式にしてます。まあ、結局はね、こっちもう途中からエンドに作るっていうあれにしたんで、水流になってます。で、今ね、こんな感じでアイテムがめちゃめちゃ降ってきます。ハニカムとボトルが混合してるので、ここで仕分けする感じですね。効率としては、蜂蜜の瓶が毎時1万2000弱ぐらいですね。で、ハニカムがその3倍の3万6000円ぐらいです。そしてレールがめちゃめちゃあるんですけど、これについても紹介していきます。まずね、この外側を、外側ってこの高さを走っているレールは、蜂からね、この蜂蜜を回収して、チェスト付きトロッコがこうバーッと走って、ホッパーのアイテムを吸ってくれます。で、このね、一番最初のとこに戻ってきて、ここで吐き出すって感じですね。それが8層分全部あって、なんかすごいレールがごちゃごちゃしてるんですけど、もう一つが、蜂蜜回収するには、瓶の場合は空のガラス瓶で、ハニカムの時はハサミが必要なんで、それを供給する装置もここにあります。なんでね、まあ、すごいごちゃごちゃしてるんですけど、今もね、トロッコがせっせと頑張ってアイテムを集めてくれてます。で、トロッコがね、今ちょうどアイテムを吐き出しててくれます。それがね、下のホッパー行って、ここのドロッパーから下に出してくれます。なんでね、これすごい雨が降ってるんですけど。そしてここが上の倉庫部分ですね。まずさっき紹介したこれなんですけど、まだね、全部空なんですが、空の瓶をね、ここにいっぱい入れて、こっちにはハサミを入れることによって供給してくれます。そしてこっちがね、下でシュルカーボックスローダーによって詰められたアイテムたちが入ってきます。なのでここね、仕分けないんで、バラバラに入ってます。なんで、仕分けるは自分でやってるって感じですね。でもすでに結構集まってて、作ってる間にも結構ね、溜まってたんですけど、もうしばらく困らないかもしれないです、これで。はい、そんな感じですね。せっかくなら分かりやすい見た目にしたいじゃないですか。なので今からここを完全に巨大な鉢で覆いかぶせようと思います。材料はこんな感じで、装置全体を囲うので意外と多いですが、比較的簡単に集まりました。テラコッタがなかったので、メサの山の上の部分だけ少し削りました。では一番下から作っていきます。では完成しました。この後ろにね、広がってるんですが、こんな感じです。32チャンク、30チャンクぐらい離れてるんですけど、それでも結構でかい。もうパッと見蜂蜜製造機だってわかるようにしました。で、周りにね、8匹ぐらいちっちゃい蜂も置いてみました。で、近づいていくとこんな感じで、もうここにたどり着く方法はエリトラを使うしかないです。で、今回もなんですけど、蜂って羽の音がするんで、音の数が大きすぎて周りの環境音がなくなってます。ということで今回は蜂を5500匹使った蜂蜜製造機作ったんですが、次回あたりまだどうなるか決まってないんですけど、できれば 1.19 にアップデートしてその内容の何かを作りたいとは思ってます。それではまた。